さあやってまいりましたよ、長さんのもとへ。なんか後ろについてきてんな。有名人か俺らはってぐらいついてきてんぞ。バレてないと思ってんのかなこいつら。立ち止まったし、もうこれは隠せないよ。サングラスで変装してるつもりなのかな。ねえ、なんか私たちすごい見られてない？気のせいだきっと。このところ変わりましたからね、あなた方は。まあちょっとした有名人ってやっちゃうかな。いや、もし蝶が今も無事でいいんなら俺らを襲われたりしねえだろ。今にも襲ってくる感じなんだけど。じゃあ連中が襲ってきたら、蝶はまずい状況ってわけだ。でも問題はどうやってそいつを確かめるか。いやー、でも蝶さんがね、まずい状況って考えらんねえんだけどな。そんなの先に進みは全部はっきりする。おっと、これは蝶さんの仲間だったやつらだよな。道開けてくんねえか。俺ら蝶さんとはダチなんだ。ダチなんか、ダチなのかな。果たしてダチなのかな、蝶さんとは。でもこいつら絶対信じてくれてない、きっと。いや、何も言わねえんかい。なんだよ、なんだそのお前。あれ、一応確認だけど、ボスは蝶さんで合ってるよな。おおつるっぱげの変態じじいさんよ。情報は古いぜ、それはもう何時間も前の話だ。お前まさかまた裏切んの。あいつ変態だよ、一番。変態だな。ああ、変態さんね。言ったよ、言ったよ、一番も。変態さん、やつは変態、脇の下フェチの。へえ、その情報コミジュルにもありませんでしたね。まあないだろうね、もう俺らしか知らない情報だからね。コミジュルでそれ知ってたらもうさすがって言わんばかりの拍手を与えてましたよ。まだまだだな、勝ち誇んな、そこで勝ち誇んな。何をごちゃごちゃ話してんだ。ああ悪い悪いって、数時間前まで蝶がボスってどういうこと。こいつには態度悪いな、一番。今のボスはラウマーだ。あの人はお前らの首の賞金をかけたので。何？賞金？一人1億。正直お前らは嫌いじゃねえが、さすがに1億積まれちゃうな。すまねえが、俺のために死んでくれ。マジ？またお前戦うの？お前3度目だぜ。なんと、おい、しかも戦わねえし、しかも後ろに立ってるし、あいつ何なの？マジで何なの？お前強くねえじゃん。ラピッチシャウト。うわ、強い。おお、強い。半重機初めて使ったがさすがだ。ブレジングショット。おお、むずい、むずいけど強い。なんか強いけど、いや弱いけどかっこいいんだよな。来たな、来たな、変態。お前の名前難しいから変態って呼んでやるんだよ、これからよ。お前ブリーチジャパンじゃ、ブリーフジャパンと同じ名だ。ブリーフって永遠に言い続ける、それが俺の徹底的な証言。何を言ってるんだ。シャーリー、やべえ、ずっと無言で戦ってたから最後だけシャーリーって言えばなんとかなると思ってたけど、今気が緩んでたよ、俺としたことが。俺としたことが集中して戦ってたよ。危ねえ、意外と強かった。さらに強い。おい、もう3度目だぜ、ハゲさん。おい、変態さん。ハゲ変態、変態ハゲか。ハゲ変態っておかしいな、変態ハゲ。あら、変態の旦那、今日はもうお帰り。おらおら、さっちゃんにこんなにやられてさ、お前さ、悲しくねえの。男だぜ、自分釣れねえな、そりゃねえだろ。おお、ほんとだよ。もうそんな生ぬるい関係じゃねえだろ俺ら。手取り足取り話してもらうぜ。なんか言えよ。すまねえ、許してくれよ。なんでも話すからよ。おいおい、そんな泣きをわびてももう遅えよ。俺らの HP と MP 減らしてくれた、これどうする責任取れ。ジョーはどうなった。あの人はラオマに監禁されてる。なんつった、なんつった今。じゃあまだ生きてんだな。ラオマは蝶から半品の資産を聞き出してんだ。隠し金とかそういうの取りっぱぐれねえよな。拷問してるってことか。考えらんねえけどな、蝶さんが。多分そうだろう。マブチに蝶さんが。待て待て、それは予想外だな。状況は予想以上に悪いですね。
ああ、でもそいつを聞きたいからもう行くしかねえ。急ごうぜ。いやーマジか。いやそれは急ぐしかねえよ。でこっからすぐだもんな、調査のところ。すぐ行こう。よし行きますか。漢字が未だにわからないけど、なんとかの店だ、きっと。慶応塾の K はあるから、なんか頭良さそうな店だっていうのは確かにわかる。こっからハンピーニウムは難しい戦いになりそうだぜ。入る前にしっかり準備しておかねえとな。うわマジか、ガチっすか、ガチか。うわどうしよう。でも俺に逃げる文字というのはない。よし軽いんだよな俺。さあ堂々と真正面から行くのがここのシステムだろ。お待ちしておりました、経営錦飯と天部へようこそ。頼むからそろそろボイスをつけてくれ。その感じにマジでわからない。ボスから皆さんも丁重にもてなすよう申し付かっております。おう、あ、ありがとうございます。そのボスってのはマブチのことだよな。じゃあ前のボスはいらねえだろ。さっさとチョウをここに連れてきてくれ。いえ、それはできかねます。そうかい、サービス悪い店だな。なら俺らでチョウを探して連れて帰るまでだ。通させてもらうぜ。それもできかねます。わがままだな支配人、わがままだぞ。この店潰れんぞ、そんなわがままだったら。なんだと。おお、今日に叩き、え、いや少な、いや少な、もっと多く来ると思ったら5人、少な。ち、おい来るぞ気をつけろ。賞金5一個のご来店だ。当店自慢のフルコースでおもてなししてやれ。皆さん気づきました、僕漢字今スラスラ読めました。これは何か起きる予感。よーし、僕が漢字をスラスラ読めた、それはすなわち奇跡と言っていいだろう。では行くぞ、ラベッチシャウト、決めろ。あたた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 。でも弱えんだよな、こんなにかっこよそうな感じなんだけど弱えんだよな。どうにかしてくれねえかな。はい、ゲキボーイボーイ。あ、なんかこの音楽いいね、なんかこの音楽いいね。こいつらも BGM 乗ってちょっとノリノリなんだよな、そこがムカつくけど。おれおれアジョー、また最後アジョーって言って終わらせてしまったよ。いいね、戦いが投げんだ。俺はボス戦以外はノーカットにしちゃう。え、のん、ボス戦以外はカットしないからな。え、ちげえよ、何言ってた俺。あーごめん、おい俺が今なんか言ってる隙に何逃げてんだよ。くそー、あいつ逃げやがった。追いかけて上に向かいましょう。蝶が監禁されてるのもおそらくここの最上階かと思われます。わかった、さっさと蝶を助けよう、急ぐぞ。よーし、いいぞいいぞ。全然調子よくねえ、やべえ MP が全然ねえんだ。てかここで拾えるもん拾っときたいな。どうせ飲食店だからいっぱい落ちてんだろ何かしら。ほら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 、杏仁豆腐がこんなとこに落ちてるってどんな店だよな。結構いいとこまで来たんじゃないか。めちゃめちゃカットしたけどめちゃめちゃ敵いたからな。さああとはここか。ここでもうあれじゃないか、マブチの野郎がいるんじゃないか。マブチ、マブチ、あれすげえマブチ、え、え、ん、いやふっふじゃなくて、いや見て見て見て、行くよ、カメラでアップさせるよ。え、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 デコレーションできない。え、ちょっと待って、あ、トロトロ、え、え、え、本物、本物だ、すごい、すげえ、おお、お、おしゃれと上がった。すごいぜあれは。いやーすごい見物だな。くそー、まぶしい。あれ、いや、ここでムービー危ないって。ここでムービー危ないって。なんだ？さすがにこれはないでしょ。なんだここは、トラも嫌がる。ここは VIP おもてなし用のフロアとなっています。あちらのトラはお客様へのサービスとして連れてきている。私の可愛いペットです。めちゃめちゃ可愛いですね。いや、めちゃめちゃ写真撮っちゃいました。ここ、サファリパークかと思っちゃいましたよ。いやー、猿もうじゃうじゃいて。あとは親玉トラですか。いや、さすがにすごいっすわ。サービス。ああ、え、ハロウカスタ、凶暴の人食いドラが怒り狂う目の前で高級中華を優雅に堪能する。
スリルと優越感が同意するその感覚がたまらないと好評いただいている当店人気のサービスなのですよ。はい、ああ、そうなんだね。そうなんだ。店も店だが客も客だな。趣味悪いぜ。皆様のような愚民をこのフロアでお戻しさせていただくのは少々不本意なのですが、やむを得ません。私自らメインディッシュをご馳走いたしましょう。本物の虎はお前だったってことか。なんだよ、後ろ虎はおとりか。びっくりしたぜ。なんだよ、ふざけんな。びっくりさせんなよ。お前かよ、お前ごときよ。余裕だわ。おい、お前は余裕。なんだ、びっくりさせんな。なら皆さんにマジックを見せます。ワントスとダブル。さあ、俺が今どこにいるかみんなわからないでしょう。俺もわからないぜ。はい、激ボリワンウィ。この支配人倒せばもうまぶちのとこ行ける気がするから、こいつはギタギタに潰しとこう。とりあえずあのトロはおとりっていうのをな、見せかけっていうのが腹立たしいんだよ。来ると思っちゃったじゃねえかよ。来ると思ってちょっとな、構えちゃったんだよ俺。めちゃめちゃ振り出しちゃったんだよ。写真撮ろう写真撮ろうってめちゃめちゃ振り出したのに、来ねえかお前かってなったんだわ。どう責任取ってくれる、この罪悪感。みんなにどう説明すればいいんだ。俺は恥ずかしいぞ。みんなにどう説明すればいいんだよ。はい、元気もいもーい。お前自体は弱いからさ、早く死んでくれ、早く行ってくれ、あの世に。はい、バイバイ。支配人ごときが調子乗るよ。早くボス出せ。お前ごときなんでこんな時間を使わなきゃいけないと思ってんの。おい、はい、弱い雑魚かよ。名前も知らずに俺は倒しちゃって、お前のこと。え、何やってんの。来んな。嘘嘘。待って嘘を食べながら虎を鑑賞って、金持ちの考えることは分からないよね。ちょっと待って。意外といいもんなのかもしれねえぜ。なんか笑ってない。よく見たら可愛い顔してるじゃねえか。笑っちゃう。そうね、ご立派な。人を食い殺せるような牙が特に素敵よね。この状態でこんな会話できるのがすげえよな、本当に。とにかく気を抜いたら一瞬で餌にされちまう。いや、そうだよ。気を引き締めていこうぜ。マジか。私の番です。うえーうえー、初めてなんだけど。ちょっと待って。よし、とりあえず隠れよう。ワントスタブ。よし、くるうわー、強そう。ちょっと待って。そしたら、マジカルソングってとりあえず回復しとこう。危ね、頑張って。うん、回復。よし、そしたらどうしよっかな。メガスイング、いや、バスタースマッシュ行こう。バスタースマッシュ。うおー、ビオートともしてねえぜ。半純義の攻撃、ファントスタブ。オッケー、うまい、うますぎる。ダブルクロー、うわー。あ、バングアップ使えねえ。最悪、チャイミングレネード。あ、寝るかな、こいつ。寝るかな、頼む、寝てくれ。だよね、最悪、もったいなく落としたわ。何やってんだよ、俺。待って、そしたら、俺はこの虎を、皆さんに、やはり、ノーカットでお届けしたい。この虎、でも、機械には勝ったんだ。虎にも勝てるに決まってんだろうと。絶対勝つ。うわぁ、強い待って、よし、はい、ショータイム。フィーンと、虎には見えねえだろ、この攻撃が。そして、バザサシ、決めさせていただくぜ。おばちゃん、くっつーぜ。うわ、いった、待って。そしたら、シールドバッシュ。よーし、足立さんのシールドバッシュは強いんじゃん。あ、そんなに強くね。やべえ、怒りを割れ忘れたって俺に攻撃ばっかするタイプのやつじゃん、トラ君。ここ、オッケー。意外と強い。半純義が意外と強いぞ。来てる。待って、そしたら、どうしよっかな。ハッスルスマイルしとくか。で、足立さんに。はい、サイドチェスト。オッケー、オッケー、オッケー。一
ぞ来るぞ来るぞ。ダメだやばい、アラスさんお前があんなこと言うからだよ。可愛いとか言うからお前にメロメロじゃねえかよ。トラさんはよ、トラさんはお前にメロメロだぞ。どうしてくれる、どう責任取るんだ。お前が責任取るよ。アラチ俺らは責任取るね。ちょっとサブから行くぞ。端から端っこまで俺はこいつを絶対倒す。ちょっと待って、危ない。さっきから俺は何を言ってるんだ。端から端でお前を倒すって俺何を言ってるんだ。全然伝わらねえけど、俺の実況ってさ、バカみたいな実況だからさ、感じてくれればきっと分かってくれるから、みんなも分かるよね。うん、分かってくれるから信じ、やーってみんなに使えないシールドブラスト。頼む、聞いてくれ。ダーレイ、やっぱ怒り収まってくれたけど、体力がないからちょっと回復させてもらいます。マジカルボイスで足立さんに頼むぜ。足立お前だけやられまくりなんじゃ。よーし来るぞ。うわ早っ、瞬間移動してねえかお前、瞬間移動してねえか。反則技なんだよ、反則級なんだよお前の強さ。おい、虎と人間じゃ考えられねえんだよ。でもさ、虎と人間でさ勝てないはずがないんだよね。だってさ、俺機械に勝った男だぜ。機械に勝った人間がさ今さら虎にビビってどうするんだって話になるんだよね。だからここは、うわちょっと待って待って待って、マジカルソングで本当にさっちゃんが心強いんだけど、回復タイプがいないと本当に強いんだね。辛いっていうのがよくわかる話だお前。どうしよう、待って待って。そしたらアイテムでタフネスを使いましょう。アタッツさんがまずいね。よし、そしてやばい、来る、ダブルクロック強いんだよな。やっぱみんな出血しちゃってるよ。うわパントスタブ使えねえ、どうしよっかな。そしたらこいつもパン純義くんも MP を回復させようか。まずいもんね、これ MP 回復させないと。うわどうしよう、 MP 回復させる道具もちゃんと買わねえとな。お金もったいなくしてんな俺たちに。出血みんなしてる、爪が強いんじゃお前、爪がシンプル強いんじゃお前。はい、強すぎる、強すぎる。フックフック、何やねんその技、新しい技を出すな、やばいぜ。俺がこれノーカットでやるって言ったからずっと話してなきゃいけないんだよな。どれだけ今までの戦いを楽にしてたかよう分かるぜ。でもこれが本当にリアルってことを俺はみんなに伝えたいから、俺は本当にリアルを届けたいんだよね。機械もそうじゃん、リアルを届けたじゃん。人間が機械に勝つことリアルに届けたなら、虎に人間勝つことをリアルに届けたい。リアルタイムで俺は届けたいんだ、お前らに。俺がどれだけ実況を頑張ってるか見せてあげて。これがエンターテインメントなんだよ。決まってくれ、シールドマッシュ頼む、頼む、これ。やばい、疲れてきた、疲れてきたぞ。ずーっと間がないで時に喋ると疲れるんだよな。でも疲れるって言ってあんまし言っちゃいけねえ。ちょっとさ、出すか。よしよしよし、ケイリーバスターホームズ、どっちにしようかな。でも守備力高した方がいいか。僕を少し休ませてください、休憩タイム入ります。さあ赤ちゃん見せてくれ、トラにも聞くってところ見せてくれ。ミルクかな、おもちゃかな、ご機嫌悪いのかな。すすめちゃん一緒に遊ばないのかな。すすめちゃん頼むぜ、どうしたの、お腹空いてるのかな。ああトラは耳がいいだろな、暗いやがね。そう悶絶してるぜ、トラが悶絶してるね。いいよ、トラより強い打撃だ。よっしゃ、さすが赤ちゃん、よっしゃ強い強い、いいぞ。さあ半重機いけ、ファントスタブ、よし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 、来てんぞ来てんぞ来てんぞ。赤ちゃんの強さがめちゃめちゃ目立ってる、頑張る。さあ来い来い来い、もうお前の攻撃はな、赤ちゃんによってねめちゃめちゃ低下してるんだよ。動物だから気づかねえか、お前が今弱くなってることが。だが俺は強い仲間を持ったな、よかったぜ。赤ちゃんはここぞとばかりに使える、また呼ぶぞ赤ちゃん。いや進むちゃんか、赤ちゃんって言ってすまん、赤ちゃんじゃないなお前は、進むちゃんだよな、ごめんな。よーし半純喜、お前強いぞ、お前強いぞ、あっか。よしよし、でもまだ低下してるからな、低下してる状態でまだ今はやりたい。よーし、トワリンビックビート決まれー、トワリンビックビートアウ、弱っ
ダメだ、サッチャンごめん、やばい、サッチャン普通に防御しときあった。みんな出血しちゃってるもんね、みんな出血しちゃってるもんね。そしたらシールドバッシュ頼むぜ、もうそろだ。ここすごい尺取ってんの俺、きっとノーカットって言わなきゃよかった、ノーカットって言わなきゃよかった。ちょっと待って、次から俺言わないようにしよっかな、次から言わないようにしよう。めちゃめちゃ大変やった、うわー、クソ、最後切れなかった。ここまで頑張って叫んでたのに最後全然叫べなかった、クソ。おっしゃーって言いたかったのにあっけなかったわ、トラ君最後は。またいい女になっちゃった。さらに強くなる。勝った。はあ、やべえ、めっちゃ疲れた。俺この後ボス来たら俺どうしよう、もう喋んないで戦っていい？いいよね、そんぐらい。ちょっと休ませてくれてもいいよね。ルビー原石絶対高く売れる。よーし、これで上行っといて、もう最上階じゃねえか。さすがに俺虎と戦って最上階じゃなかったら俺許さないよ。本当に疲れたからね、ここまで来るのに。いやー、普通にカットしたきゃよかったバカだな俺。いやー、待って、銀の金庫で2個あるっていうのさ、なんか飛び出したから来ないよね。さすがに来ないでよ。よーし、頼むぞ、さすがに来ないでくれよ。いたぜ。よーし、いいぜいいぜ。よーし、じゃあちょっとあの技使いますか。飛ぶぞ。着いた、最上階だここが。よし、もう戦いは来ないと祈ろう。虎が俺はボスだと祈ろう。あれが中ボスだった俺のノーカット事件は何だったって言うんだ。よし、はぁ、なあ、この先にマブチがいるはずだ。おそらく死闘は避けられねえだろう。覚悟はできてるか。マブチは一回倒したからな、やめておく考えらんねえ、先へ進もう。ああ、早く蝶を助けようぜ、うずうずしてんだ。行くぞ。おお、みんないるね。おお、みんないますね。マブチ、お久しぶり、肉まん。待ちかねたぜ、カスガ。おお、俺は待ちかねたぜ。お前らは直接この手でやらなきゃ収まらねえと思ってた。そうか、そうか、俺らもだよ。その割には俺らの首に賞金かけたって聞いたぜ。部下に丸投げしてたんじゃねえの。ああ、そうだったね。何が一億だ、払えねえ気によ。今日はどこだ。この建物にいる。今んとこはな。あ、今んとこもうあの世に生きかけてる。なんだと。なんでお前がそんな力あんの。わしらも手加速か、マブちゃん。お前さ、お前は二度やられてんだぞ俺に。いえ、結構です、石田さん。かっこいいけど俺は好きだぞ。我々も安く見られるわけにはね。石田さん俺意外と好きなんだよ。あなた方とはあくまで五分で杯交わさせてもらいたいと思ってますお前どんな立場で言ってんの。お前雑魚だろ。おい、ラオマーの周りにいるのは手だれです。ナウテの殺し屋たちで、ハンピン・リューマンの切り札と言っていいでしょう。へえ、かっこいいんだよ座り方。さらに奥に控えているのは大見連合の方です。左、左だれ、左だれ、絶対強いよ。わかったわかった、いいよもう半端ねえ状況ってことだろでも何聞かされたって関係ねえ。そうだよ、戦うことしかねえからな。俺らが逃げりゃ蝶は死ぬ。そうだ、それだけ分かってりゃ十分だ。ここまで来たのはそういうことだろそう、邪険にしないでください。カスが一番やな。こいつこいつ、どれがゴリラみたいな顔して。初対面で慣れ慣れしいな。そうだよ、あんたは慣れ慣れしい、ね、荒川真澄中心さんに、はい、椅子ぶんどられて恥さらしとるもんや。真澄さんに負けなんだ。ザーコザーコ、おー天道な、見た顔やろ、あのモジャ頭。天道大光がチャカぶっぱなした男や。あ、それが今じゃピンピンしとる。待って、三重師の一人か。わしら大光の隠し事を見てもたんかもしれんの。頭補佐の奴が天道だ。頭補佐の最後の一人、やば、元ボクサーってやつか。確かにいい形してんな。ついにご対面か。昔の顔してんなお前ら。その前髪ちょろんってやめろ。そちらでくつろいでてください。これから一つ余興を楽しんでいただきます。さっきのやっぱ中国だったんだ。何か訳ありみたいだな。口が聞ける程度には生かしとく。
やっぱあとはたっぷり時間をかけて可愛がってやろうな。お前何言ってんだよ。最後にお前らが言う何言ってんだよ。何になると思う、ね、俺に負けたのになんでそんな強がるの。随分気に落とせるんだな。ええ、早く殺してください。お前カッコつけんな頭補佐に。カッコよくねえんだぞ。お前上からどんな目線で見られてんだろうな。あ、デブが頑張ってるよって。またお前同じじゃねえかよ。ええー、じゃねえんだよ。同じシーンを見せんな。あ、ごめん、なんて言ってたか忘れてた。ごめん、今なんて言ってたかごめん、忘れ、分かんなかった。ごめんね、ごめん、な、多分なんかすごい大事なこと言ってたんだろうね。俺がうるさすぎて何も言えなかった。ごめんな。では、手伝う。はい。しょうがねえな、ここもじゃあノーカットで行くぞ。俺は言ったことは有言実行にする男だ。絶対ノーカットでやってやったのだ。もう中央でノーカットしたんだ。てめえら覚悟はできてんだろうな、おい。ほい。いや、さっきの虎が強すぎてな、お前らが弱く見えるぞ、俺は。お前らが弱く見える。あ、やばい、あ、ちょっと待って。さあ、行くぞ。あなたに、はい、スーパーゲージボールマウイン。さあ、ギャッ。おぶれ、やべ、まぶちに、あ、やばいやばい、ダメだよ、半純金絶対攻撃すんな、やばいぞ。よし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 、ちょ、待って待って待って、クドキドクラキャット いっぱいいるからな。やばい、身構えでさ、半純気がやったらやばいぞこれ。よーし、気持ちいい。よし、解いた、ナイス、いけ純気、ふわっふわっ、いいね、敵がスイング、ほらほら、振れで、ハッスルスマイルをイケメンくんに頼むぞい。さあ、純喜くんにも、イケメン風の元気もりもりはただ単に気持ち悪かったから、もう二度とやりません。二度とやらないとここで誓いました。元気もりもり、すごい気持ち、わあ、守備力が下がってしまったぜ。でも守備力下がったところで貴様らに勝ちではねえんだよと。そしたらバングアップ、あ、いや、クドキ独楽でこいつと蹴散らせ、いや、待って待って、バングごめんね、みんなごめんね、こんなにね情緒不安定でごめんね。ほら、やっぱり効く、こいつね、バングアップがお似合いだぜ。で、ファントスターブでこいつ、はい、マジクショーの開演だって言ってます。はい、俺さ、この BGM 好きなんだよね。まぶちの音楽だったら嫌だな。まぶちだけこの音楽だったら嫌だな。ものすごくものすごく嫌だけど、多分まぶちの音楽なんだろうな。なんでまぶちの音楽にこれ用意したの。かっこいい曲、もうちょっとなんか強いボスにやってくれ。こいつただの肉まんだからな。ただの肉まんで、これはもったいねえからな。ちなみにな、それだけは言わせて、本当にもったいねえから。さっちゃん、いつもありがとう。はい、身構え取った。マジナイスなんだよな、このタイミングで半純喜くんが攻撃をしてくれる。ワントスメターブ、ふぅ、で、ここでバングアップを使うと、えぇ、ー、バングアップ、強すぎる、強すぎる、あ、来た来た来た。てかさ、全部同じじゃね、ずっと同じじゃね。お前ずっと同じじゃね。なんでお前それ前回と同じじゃねえかよ。え、マジで言ってんの。そしたら、あ、やば、攻撃しちゃった、普通に、あーん、ごめん、あーん。普通に攻撃しちゃった。はい、じゃあファントムス、かくれんぼの返しだ、来た、うおー、ええ嘘、弱くね、弱いんだけど、怖いんだけど、弱すぎて怖い。ゲーラスング、そしてからのファントムセウ、おお。何もやんないの、テーブルを蹴るな。そしたら待って待って、そしたらやばいぞ、そしたらやばいからな。とりあえず足立さんだけ回復させとくか。まあボスっていう割にはあるな、前よりは強くなってんじゃねえか、マブチ。だがお前は肉まんは肉まんだ。来た、来る、おお。やいって、お前本当にそれかっこいいと思ってやってんのか。上から何を見られてんだろうな。あいつカウのモノマネして大丈夫なんかって頭補佐に思われてんだよ。あいやーじゃねえんだよ。あいやーじゃねえんだよ。
そしたら今回2回目のデリバリーヘルプお願いします。ああ新しく増えてほしいけどな。とりあえず俺は今お前らが大切な仲間だと思ってる。ゲンリーバスターホームズ召喚。今回は即上司でお願いします。はい、サウレフィニッシュレかっこいいぜ GVHG ゲイリーバスターホームズと呼ぶんじゃ。気絶してくれたら嬉しいけどな。気絶してくれてたら嬉しいんだけど気絶はしてない模様でございます。ピンピンしとります。イエーイ。まあでもそういうところも好きだぜゲイリー。また呼ぶまた呼ぶゲイリー。ハンジュンギ君行ってくれ。ハントムスダム。よし俺の番だな。あ、待って、あ、ギガスミングな。やっぱ敵全体がいないとダメだな。普通にギガスラッシュの方が効くな、これ。あーもうめんどくせえな、あいやーって、あいやーじゃねえんだよ。きたバンガップ、お久々ぶりにバヌーアップ。やっぱ強え、やっぱ強え、やっぱ強えぞ、強えんだ。そしてハッスルスマイルでアタチさんに、はーい、元気ー。あい、あい。マジでこの音楽いい。テレテレテテレテレテレレジェンドショット決まる。バカン、うまい、うまい位置だ俺。そして普通にケットバッチ。普通にあ、さっちゃんで決めれるか。決めよう。あー、やっぱりやっぱり足立さんで決まってしまう。お、身構えだ。大丈夫かなこの身構えの時。いいのかな、いいのかな。じゃあとりあえず突撃してみるか。衝突防止、身構えなんて取っちゃえ。頼む決まれ。身構えって何、やだ、やったー、意味なかった。ビビ出せやがって。やっためっちゃ上がった、めっちゃ強くなった気がする。テンション上がりますね。しゃぶれ。2回目だなお前。今日は終わりだ。さあ頭さん、次はてめえらだ。身動き一つもしてねえなお前ら。ビビったか俺の強さに。おい、ふん、お、動いた。ふらついとる下級ランカーとチャンピオンが同じリングに上がれるかいな。やっべ、その前髪にしか、その前髪にしか俺は目いかないぞ。やばい、お前の顔よりお前のその前髪のちょろんが気になって。なる。え？なんすか？おもろいのが出てきよった。え？わしら喧嘩相手がおらんようになって久しいさかいの。お前寝不足やろ。目クマだらけだぞ。お前寝不足だろ。夜中までずっとゲームしてるからいけねえんだよ、バカだね。俺らを見逃したこと後で後悔するぜ。ちゃちゃ入れない。ほう、そいつは楽しみや。よかった今戦わないんだね。バイ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 、気持ちよく送る、見送るよ、バイバイ。天道は飯食うとき一番うまいもんを最後まで取っとくタイプや。はあ、やっとやっと説明きた。石尾田レイジ、うーかっこいいね。やっぱお前は柱補佐がかっこいいんだよな。ねえ待って、そないな真似したら他の門に食われるがな。ねえまた戦うの一緒だ。肩話はもういいよな。みんなバカ野郎、しゃべらせんなよ。もうベトベトやないかい。体力使っちまうじゃねえか。ベトベトやないかい。コミシルの人、奥の手とかあるなら今出して。さっちゃん、使える男頼むよ。イケメン頼むぜ。お、え、私に頼らずとも、え、あなた方はまだ切り札をお持ちのようですよ。